レミベロー・レミベローは、ルネサンス期フランスの詩人。ベローは、ノジャンイコ,ルルイコールロトルーで生まれ、当初は、地元のサンドニ修道院の修道士のもとで学問を積んだ。1553年頃、彼らに随行して、パリで古典ギリシャ史への愛着に占められた教育を完了させた。彼はほどほどに知的であり、何よりも人付きのする人物であった。彼はすぐにロンサール、バイフ、 デュベレーラのコレージュ・ド・コクレのグループに加わり、1554年には、ブリガードに参加している。1556年には、アナクレオンのオードの翻訳を出版した。この軽妙な叙情主張の成功は特筆すべきもので、ある。ロンサールは、少々組感想だと評したものの、この翻訳は、ブリガードを新たなスタイルで豊かにするものであった。その翻訳は、 成功を生み出す忠実さや正確さを備えていたからである。彼は、レスボス島の女流詩人、札幌ポウの雅美や、英名への王道の翻訳も手がけた。実際のところ、彼は、札幌の最初のフランス語役者だったのである。同年、彼は、ささやかな創意で花や果実、貴重な石動物などを称賛した。それは、フランシス・ポンジュの表現の激しさを彷彿とさせる。 ものであった。彼個人の死にはまだオリジナリティが欠けていた。この牧歌的な詩人の代表作、牧歌の登場には、1565年までまたねば、ならない。1576年に、奇跡の新たな交換と、愛、奇跡の特質と特性が刊行された。サバチエの、鉱物の叙子詩のように叙雪された、この作品は、石の象徴するものを哲学的、 科学的解釈と結びつけつつ、石の特質、歴史、起源の神話を語るものである。彼はプレイヤード派の中で、最も叙情的でないという者も,もいるし、最も締結であるという者も,もいる。彼は確かに独創性に溢れていたわけではなく、独創より模倣をしていたわけだが、綺麗に言葉を散りばめる人物ではあった。はじめ改革派に傾倒した後、ギーズ家の庇護を受け、 その一派に参画した。パリでは、シャルル・ド・ロレーヌの家庭教師を務め、以後修正ギーズ帝に身を寄せることになる。ロンサールはベローをもんじており、自然を描く画家と呼んだ。そして、彼の死後、墓姫を起草した。ベローは以下の作品を陰文で訳した。彼は、友人ジ,ジョデルの演劇作品では役者を務め、自身もラリコヌと題した喜劇を執筆している。 彼の作品集は1604年にルーアンから二官本で出された。その優雅にして寛大な才能から同時大臣は高貴なるベローと呼んだ。ありがとうございます。